1932年8月31日の日食は1932年8月31日に観測された日食である。アメリカとカナダで回帰日食が観測され、北アメリカと周辺の一部で部分日食が観測された。回帰帯が通過した回帰日食が見えた地域はカナダのノースウェスト順州中東部とケベック州南西部、 アメリカのバーモント州北東部、ニューハンプシャー州のほとんど、メイン州南西部、マサチューセッツ州北東端、ケープコット半島北東部だった。海気色の最大は、カナダのケベック州、ノールディュケベック地域、ジャメジー北西部沿岸にあった。また、海気日食が見えなくても、部分日食が見えた地域は北アメリカのすべて、ノルウェー領、スバルバル諸島、アイスランド、 ブリテン諸島北西側沿岸地帯、南アメリカ北部、ソ連北東部。そのうちほとんどは国際日付変更線の東にあり、現地時間の8月31日に日食が見え、残りの部分では現地時間の9月1日に見えた。カナダ王立天文学会のメンバーは、ケベック州、マスキノンジェ、マゴグ、アクトンバル、ソレルトラシ、ルイビルなどで回帰日食を観測した。 ケベックの空は8月31日の午前雲に覆われ、午後の日食中雲がだいぶ消え、回帰食の段階は観測がすべて成功した。アメリカ北東部で科学者は日食中の動物の反応を観察した。日本からも平山誠二、野月信夫、大川奥郎がメイン州で観測を行っている。ありがとうございます。